Hey, buddy. Hey, boy. Hey, son. Hey, son. Yeah, you could dream about hot chicks. Daddy, love you, daddy. お腹いっぱいになりました。いっぱい食べて、いっぱいねんねして、いっぱい飲んだからね。ね、はい、足バタバタバタすの、足キュッキュッキュッすの、足キュッ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 。ルシは、ルシも足キュッ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 したら、笑うな。そうだね。お話ししましょうって。今日もいっぱいお話しするの。バシュー。はい。お話ししましょう。お話ししましょう。お話ししましょう、ルシちゃん。お話ししましょう。おじゃ、一分すごいびっくりした顔。カメラのびっくりした顔するな。ルシーにはちょっと絶壁防止の頭のクッションをあげつけています。なんかね、ちょっとフラットになりつつあって、あの防止したいなと思って。ルークは結構綺麗な頭の形なんですけど、ルシーは頭が大きいからかちょっと形がね、これはアマゾンで買いました。動いてるよ、ほら、これなんだ、うさぎさん、ネズミさん、大好きよルークくん、大好きよ、大好きよルークくん、あー、ありがとう、あー、大好きって言った、来たの、泣いて嫌だった、苦しかった、来たの、行かないの、ね、シマウマ、シマウマ、うん、ほら、これはルーク、シマウマ、シマウマ。ルークは気づいたら寝ちゃってました。よくあることで、ルークは結構気づくと寝ちゃってることが多いので、みんな多分第2子のあるあるだと思うんですけど、なんか私が忙しくしてるともう勝手にお昼寝
しちゃっていますと。ルーシーはこんな感じで寝ちゃってます。気づいたら寝ちゃってます。わーおー、ルーシー頑張る、上手上手。ルク頑張って、ルク頑張って、ルクも頑張って、そうそうそう、眉毛がつながりそう、眉毛つながってる、眉毛つながってる、うん。うん、ルクくん頑張ってるね、高いね。ルシーちゃんのほっぺ、ルクくんのほっぺ、うん、まずるね。そうそうそう、そうそう、うん。ぬるく湧いてた、ぬるく湧いてたね、うん、笑いましょう、あっはっは、白い笑ってください、うん、いっぱい飲みましたね、うん、いっぱい飲みましたね今日、うん、ルークもいっぱい飲みましたね。あはっはってあはっはあ面白い、そう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 、そうやって笑うのね、あっはっはっあっはっはっあー面白い、はい、という感じで今回はルークとルーシーの2人ののんびりな朝に密着してみました。今日はたまたまあのダディが、ヘイリーをあの朝からお散歩に連れてってくれたので、まあ、2人とののんびりな時間を撮れたので、まあ、こういう動画を撮ってみようかなと思って、本当にたまにしかないんですけど、やっぱりどうしてもね、あの上がいるとあの、まあ、バタバタしてしまって、ゆっくりこう双子ちゃんとの時間を撮るのが難しくなっているので、たまにこういう時間も大切だなと思って、まあ、あのいい思い出になるかなと思って動画に撮りました。であの本当に最近たくさん声を出すようになったり、あの起きてる時間も増えてね、こう遊ぶというか本を読んであげたりとか、こうすごいなんだろう、こっちも楽しくなってきていて、もう可愛くて仕方ないので、もうなんかゆっくり成長してほしいなと思って、あっという間に大きくなってしまうのでね、今の時間を
大切に楽しみながら過ごしたいと思っています。という感じで、この動画気に入っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムの方には、まあ、双子ちゃんの様子もですし、長女のヘイリーの様子もたくさん毎日ストーリーでアップデートしているので、まだフォローされていない方はフォローの方お願いします。では次回の動画まで See you next time! バイバイ。またねーって、また見てねーって、バイバーイ。Why do I make things complicated?